はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。馬場さん様、小野の的兵衛様、鈴木様、中様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき誠に恐縮でございます。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。メール党員限定懇親会、ゆうべ、にぎにぎしく行わせていただきました。遠くロンドンから、滋賀県からいらしてくれた方もいらしてですね、盛り上がりました。ありがとうございました。7月1日17時より政策報告会来てね。8月15日正殿参拝靖国神社懇親会もあります。来てね。いずれも8月15日のはメール党員様限定で、あります。7月1日17時の政策報告会はオープン、オープン募集、どなたでも、よろしくお願いいたします。畠山隆博日本改革党南足柄支部長はプロダンサーでして、普段はなんていうのかな、ダンス教室の先生みたいな、都内の某大会に出場するとですね、昨夜懇親会、で聞いたんで応援出動いたしました。まあ会場はこんな感じであります。初めてああいうのを見てきましたけれども、キラッキラッキラッキラ華やかな世界で新鮮でありました。で、多分生徒さんだと思われるんですけれども、まあ特定のね、ダンサー組を、今踊ってるのはプロクラス、プロフェッショナルクラスですね。あとはA から D、その下に N っていうのがクラスがあって、多分 N はノービス、まあ始めたばっかの人とかそういう感じなんだと思いますけれども、畠山さんが踊ってたのはプロクラスです。で、キャー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 、その声援が飛ぶんですよ。主にですね、まあ70代女性の群れがですね、多分教室の生徒さんなのかなって思ったりなんかしてね、新鮮でした。アニメボールルームにようこそで講談社で予習していったんで、そこそこ分かってよかったです。あ、ベニーズワルツ、あ、スローフォックストロットって今言ったのに、これはすげえ回っから、横に動きがあるから、あれか、撮影じゃないや、録画もしたんですけど、表に出しちゃダメっていう決まりがありまして、畠山さんに送ってですね、こっそり本人に楽しんでもらおうかと思っております。会場でお聞きした話なんですが、社交ダンス業界でもトランス女性が大会に出場して勝ちまくって、なんせ身体力能力高いですからね、体が男って人は身体能力が高いですから、例えばクイックステップで横に並んで走る時なんかもすげえ歩幅になって、すげえ飛び幅になって映えるんではないか。まあ、身体能力が桁違いですから、トランス女性が勝ちまくって女性が勝つ見込みがなくなっちゃったらどうしようっていう不安懸念の声があるそうであります。この会場で、聞きました。まあそれ遊びに行ったんじゃなくて、それの取材ということで噛みしまって、全くね、LGBT 法って誰得なんだよって思いますけどね。 LGBT の当事者も嫌がって反対しとるし、こんなのいらねえってね、誰得なんだよ。やっぱり利権のためなのか、公金中中のためなのか、政治家も賄賂でバックがもらえるのか、それともいい人くれるのか、私はLGBT に理解のある、いい政治家ですっていい人ぶるためにやってるのかいう話なんですね。畠山さんと並んで写真撮るの嫌ですね、頭ちっちゃいから。どうしても顔が比べてみると、でかく見えてしまいますよ。にしても日に焼けてんな私、全然出歩かねえのに蛍光灯でも焼けてしまいますね。真ん中の女性は畠山さんのパートナーの女性でます。一般人ですので、まあ顔を隠してさせてもらいました。情報が錯綜しているロシア内戦、とりあえずワグネルのモスクワ侵攻は止まった模様、その他情報真偽不明、プーチンがプリゴジン暗殺を指示、本当っぽい。これプーチンはいつでも誰かを暗殺指令してるって噂がありますから、いつでも、だってプーチンにとって政治とは暗殺のことらしいんで、軍部腐敗の責任を取ってショイグ国防大臣辞任。本当に本当に辞任すんの？本当かな。ワグネルに、責任を追及しない、本当かね。あれで後でいろいろ仕返すんじゃねえのかな。プリゴジンはベラルーシに国外追放、本当かな。ワグネル進軍が止まったのはロシア領内でも年ごと空爆するぞって脅されたから、本当かな。反乱に見せかけてワグネルをウクライナから出して空になったところを核攻撃する
する作戦？本当かな？これらの真実とも偽とも判断つかない情報が錯綜してあります。まあ戦時中ですから、自分が有利になるっつんだったらどんな嘘でもつくような。命かかってんだろうな。ただ一つ確かな結果はですね、プーチンの足元は存外緩いを世界に知らせたってことですかね。ロシアは弱い一枚板ではない。それとロシア軍は相当に腐ってんなっていうのは、まあ真実でしょうね。ケネディ暗殺事件のように真実が明らかになることはないかもしれないが、我々日本人の利益はですね、とにかくロシアの弱体化ですから、北海道に攻めてこらんねえように、北海道に攻めてくる元気ねえように、ロシアが弱体することが日本と日本人の利益であります。を願いつつ様子見続報待ちであります。赤い羽募金について、昨日24日青森20万円行方不明商標もない、今日25日静岡県30代男性職員が300万円着服しておりました。てんてんてん、一般反応です。何かの羽、そんなこったろうと思った。赤い羽は詐欺の羽かな、うまいこと言う。緑の羽も24時間テレビも同じだぞ。赤い羽募金の理事が会長の NPO に金が流れてたのはひどかったよね。赤い羽募金の強制って法的にどうなんだ。これ町内会とか自治会とか、あとは職場で勝手に取られちゃうんですね。全然驚かない。自分がいる。こういう今まで日本人の善意みたいなもんでやってたのは全部終了だな。最初から詐欺で食い物にしてたのがバレただけ。わけのわからん団体にガバガバ流したり、もう潮時だよ。子供から金巻き上げてた赤い羽、使い道までちゃんと監視しようって子供に教育しないと。うちの町内会は赤い羽やめたわ。共産党員がブーブー文句言ってた。きちんと赤いって宣言してて偉い。赤い羽募金情報開示請求結果が衝撃の結果になりました。ひまそらさんって方による赤い羽、募金情報開示請求が行われましたが、衝撃の結果。なんじゃこれ。ノリガッツ。何にも開示してねえ。何なの？開示者の氏名も、責任者も、何にもね、真っ黒く塗りつぶして、こりゃすげえ。全く1ミリも開示してねえ。開示しますと言いつつ、真っ当な活動したらこんなことなる？ならないよね。こんなんならないよね。人様に見せらんないようなことしてから、こういうことになるでしょ。この真っ黒さと同様に、の闇なんだよ。赤い羽って。これと同じ。闇。真っ黒結界。赤い羽募金は真っ黒黒助、出ておいでーです。自白してますよね。懲戒で辞めたら共産党員が抗議した。やっぱりね、政党助成金もらってない。カッコもらえない。これ正確な収支報告できないから、闇の金が多くて、共産党もらえないんだよ。もらいたくても。私らあえてもらわないとか強がってるけど、もらえねえんだよ。闇金が多くてね。だから、こういうとこで食い無事稼ぐんだからね。コラボのセブンナイツ7人弁護士の議員会館使ったリーガルハラスメント記者会見がありの一罠でしたね。とうとうね、若草とか赤い羽にもたどり着いちゃって、あれさえやらなきゃこんな大事にはならんかったような気がしますね。一般人だと思ってひまそらさんを舐め腐ってこのぐらい落とせば引っ込むがみたいな、話でね、NHK まで記者会見の様子撮影してたみたいですから、まあニュースにはしなかったみたいですけどね。手舐め腐ってて、ひまそらさんは金もあるし度胸もあるし、無敵の人だった。こんなことになってしまいました。持ってる手段がですね、パヨの論より大声嫌がらせ、最後は暴力だから、あれ以外選択肢なかったのかな。弁護士の兄に揃えて記者会見やれば引っ込むんじゃねえかと思ったんでしょうね。舐め腐ってね。そういえば山本太郎、国会で最後は暴力振るって3人怪我させてましたけれども、募金活動してる学生も内申書に有利だから参加してるって言うしな。同情する必要はありません。寒空に子供らが並んで赤い羽募金、募集してても同情する必要ありません。あの人らはあの人らで自分の利益のためにやってます。内申書を良くするためにね。私は本気で無視でやっていたなんて、人言う人いるんですけども、これね、総論に対して格論で返す人いますよね。良い外国人もいるんだみたいなね。移民100万人入れましょう、それはダメだって言うと、いい人もいるんだみたいな格論で返すね。総論に格論返しのバカ野郎とレッテル貼ってですね、対抗がいいかもしれない。五七五で語呂もいいしね。総論に格論返しのバカ野郎。逆にですね、格論に総
評論返しのバカ野郎、逆もまた死んだり、外国人による泥棒、作物泥棒が多発してどう、対処すればいいかって話している中でですね、外国人だって同じ人間だって総論ぶつけてくるバカ、格論に対して、窃盗罪に窃盗対策してるっていうのに、なんかすごい主語がでかいこと言って総論ぶちかまして、なんか言い返してくるやつ、格論に総論返しのバカ野郎、逆も総論に格論返しのバカ野郎、枝葉ばっか見る癖つけちゃうといずれ誰がのも相手にされなくなりますよ、あの人話が通じないってね、そういう世間から浮いた人が話聞いてくれる共産党やカルトに入っちゃうって、罠、私は一生赤い羽、募金はじめとする各種募金、よく駅前に犬連れた連中もいるんですけれども、あとはなんか黒人がですね、学校を作るために募金してくださいなんて、ギャー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 言ってるのもあるんですけど、一切協力しません、私は生きてるうちに、人には強制しませんけれども、私はそういう風にします、学生にも同情しません、どんなに寒くても、どんなに鼻水垂らしてても、同情しません、皆様も赤い羽の黒さを宣伝拡散お願いします、それが引いてはですね、共産党撲滅や減税につながりますんでね、公金集中団体も弱るでしょ、赤い羽弱らすとね、赤い、何が赤い羽だ、黒い羽だ、闇の羽だって、いう感じですね。と自民党と公明が、都内は選挙協力しない、信頼は地に落ちた、中田が、これに対して萩生田光一政調会長兼自民トレ自民都連会長、自民党の東京都の会長か、自公は夫婦でなく兄弟だと思ってる、兄弟喧嘩は仲直りしなければならない、夫婦は離婚できるけど兄弟はそうではない、切っても切れないみたいなことを言っちゃったみたいなんですけど、一般判断です、ダメだこいつ、何気に爆弾発言、 LGBT 法は公明党のゴリ押しだったよな、じゃあ父親母親誰なんだ、東京28区と29区どちらもですね、共産党じゃねえや公明党に譲らず関係を契約にした張本人が萩生田、自民党連会長、その人だそうであります、実はこの28区問題について萩生田さんが驚くほど強硬でした、佐藤博史創価学会副会長、偉いよねこれ、会長は池田対策でしょ、あいつだけは勘弁ならねえ、28区と29区について譲らない萩生田に対して周囲に怒りをぶちまけ、だそうで、これ週刊誌記事ですけどね、ちょっと恨まれすぎたかな、でもってこんな夫婦じゃなくて兄弟なんておべんちゃら言って公明の機嫌取ろうとしたじゃないですか、萩生田光一政調会長、そんなね個人の都合なんか知らねえわって、な萩生田さんの都合なんか知らねえわ、兄弟でもなんでもね、この人は政治家じゃなくて政治嫌だな、兄弟だから離婚できない仲直りしない、それ間違ってますよ、世の中にやつで喧嘩別れしてそれっきりの兄弟も多いっすからね、まあ格論で返しちゃうみたいですけども、私も通ってる姉とはもう12年会ってません、離婚できないとするなら公明党消滅が解決策ですかね、選択肢としては維新や民民といった公明立憲共産よっか若干マシなとこが議席奪ってですね、公明と消滅すれば自然解消だわな、まあ兄弟はいたんだけれどももう亡くなりましたみたいな、残念ながら住民のために身を粉にして働くですね、公明と地方議員はいなくなりそうにない、国政はいなくなるかもしれないけど、地方議員はいなくなりそうもない、地方はですねいい人だからとかお世話になったからで投票したから、あなかなか公明党の地方議員は善人ばかりであります私の100倍善人です、残念ながら、で住民のために身を粉にして働く、残念ながら、だからいなくならない、投票ある、やばいな、岸田総理6回目のワクチン接種、感染症指定5類に移行したが政府が買っちゃった分がなくなるまで無料接種を続ける方針だそうであります、なんかもうどうでもいいです、シーカズを私の代表任期が長すぎるという批判は共産党に対する攻撃とし、力を合わせて打ち破る、党に対する攻撃とみなすんだって、あんたちょっと任期長いんじゃねえの、独裁長すぎねって言われたら共産党に対する攻撃なんです、それで全力で全員で、無事のめすんだって、それ、一般判断です、それでこそ共産党老衰で消滅すると、何言ってんだこいつ、こいつはプーチンかい、批判する者許さない、じゃあなんで安倍さんを独裁者って正してたんだ、党に対する攻撃だけど気がついてなかった、長すぎんじゃねえか、代表選 やんないの、責任取んないのっていうのが党に対する
攻撃なんですけど、その通りだよっていう話。それって人から言われることで、本人が言っちゃダメでは。しいかずおに対する批判は、党への攻撃だって、他人が言うなら、まだマシなんですけど、まあ、しいかずお本人が言っちゃダメなんじゃ。あははははは。まあ、わかんねえだろうな。パイはバーだから。支持率上がんないのはそういうとこだぞ。かずお、チンこそが共産党なり。敵とみなすって、共産党は日本人の敵なんですけど、かずお、任期が長いって言うなら、それ言うやつは党の敵だ。いや、党がね、うまくいってるなら、それなんくせってなりますけど、事実はこう。統一地方選、2019年から2023年でどうなったか。都道府県、道府県議選、県会議員ですね。要するに、99から77へ、22減。政令市議選、これ川崎市とか、札幌市とか、でかいとこの、議員。115から93へ、22減。市議会、区市町村議選。まあ、市議会議員、区議会議員、村会議員、町会議員。1000から909へ、91減。党員数、9% 減少。赤旗部数 13% 減少。共産党の縮小は明らかですね。それでも責任を重さを痛感。責任の重さを痛感。なんて言うだけで、言うだけで。何の責任も取らない C. 和夫君であったとさ。私への批判は党の敵とみなし。つまり我こそは共産党であると。私こそ共産党そのものであると。ルイ14世、陳は国家なりっていうのは有名ですけど、ルイは批判を受け付けない、まあ絶対王政、独裁者そのものだったわけなんですけど、選挙をやるために議席減らして、党員は減る一方なのに代表変えないの。っていうですね、まっとうな批判に対して、長いっていうのは長いって言って、聞く耳持たず、一方的に敵視することで事なきを得た。ああ、得てないですね。もう思考がめちゃくちゃだから、再び受けることはもうあるまい。安心安心。共産党が勢いを盛り返すことはもうないでしょう。めちゃくちゃなこと言ってるから、安心安心。次の数年で何人の党員がリタイアするんでしょうね。公明党と一緒でですね、今が一番元気。お先真っ暗。先細りする一歩。まあね、人は誰でも今が一番元気。今が一番若くて元気なんですけど、人は誰でも。まあまあ、公明党と共産党は、再び、党員を増やしたり、議員を増やすことはもうない。公明党はしぶとくて、消滅しそうもない。けれども、まあ、兄弟はいたんだけど、もう亡くなってて、いう状態になったら、自民党もちょっとマシになるのかな。まあ、人の、よその党を心配している場合じゃないですけれどもね。ということで、7月1日と8月15日、予定が決まっているのは、この2日であります。皆さんよろしくお願いいたします。デトックスジャパン。